か痛いとかそういうことかな。どうしましょうね。ごめんね。375。体重は測っていました？体重、ちょっと昨日測ってない。はい、病院で測ってもらったのか。病院ではなんか、測ってましたけど。あ、無駄もかな、関係ない。これ375ね。はい、じゃあちょっと身体検査をしっかりしていきますね。はい、じゃあそっと出してください。はい、OK。はい、じゃあね、こっちに入れてくださいね。今目の表面をちょっと見させてもらって、はい、今度白目ね。眼球結膜って言うんだけど、はい、白目のところがちゃんと白いかどうか。はい、からこっち顔向けて。これが顔色です。お口の中、はい、いい？こうやって持って、はい、グッと押さえつけるんじゃなくて、歯はまず黄色いのが正常です。はい、黄色くないね、あんまり。本当だ。ね、で歯茎の色見えます？ここ、はいはいはい。ちょっと赤みが足りないというか色悪いね。はい、次お腹触りますね。お腹の上腹部。この子たちってさ、こんな体があるとさ、はい、ごめんごめんごめん、そうか、めちゃんこアバジューさん、すいません、アバジューさん、こう体があるとね、4分の1です、胸が、はい、4分の3お腹です、はい、で、お腹、目隠しだけ、目隠しだけ、ごめんね、ごめんね、これはね、触診してなんか硬いものがないかとか、はい、柔らかいのが正常ですから、はい、そうすると、上の方で若干ちょっと胃が触れる、はい、触れちゃダメです。はい、ってことは胃の柔軟性が落ちてるということね。で真ん中辺は別にないですね。下腹部も何もないね。だから上腹部、上の方で、上の方でちょっと、うん、胃が触れるかな。直径4センチぐらい。ただ硬さとしてはそこまで硬くない。ただ触れるって言うと、だから太いのを5とすると1ぐらいです。次脈。目隠しね。ごめんね。怖いんだよね。はい。息遣いは荒くなかったって言ってましたね。荒くないです。はい、じゃあ話して。そうか、目隠しされると余計暴れるんだこの子。はい、ごめん、目隠ししないじゃ。普通目隠しすると結構おとなしくなるんですけどね、この子。昨日のビデオも。心音は正常範囲ですね。数は240回ぐらい1分間でね。で呼吸はですね、まあ今はちょっと早い、はい、これこう見えます、はい、6秒数えてみて、これを数えるとスタート1、2、3、4、5、6、7、8、9、90回ぐらい。6秒で9回だから1分間で90回ぐらい、はい、だけど今さ、すごい興奮しちゃってるじゃないですか、はい、そのせいで早くなってるかもしれないですね、はい。でボディコンディションスコアというか栄養状態ね、はい、こう触って、はいはい、中肉中背を100とするとちょっと痩せてます、はい、90% ぐらい、はい、なるほど。で、そんだけチモシー食べてさ、はい、でもやっぱりまだぐったりしてるの。まだそうですね、全然じっとしてる。おとなしいですね。わかりました。このケースね、はい、喧嘩ケース入れて、はい、そのうんちをもらって FT かけて。便検査したことあります？あ、昨日なんか使ってしてました。はい、一応もう一回します。はい、そうですね。昨日は特に異常はないみたいで。見た感じは別にそんな悪くないけど、でもちょっと小さいんじゃないかな。そう思います、うん。普通はもうちょっと大きいんですよね。そうですね。じゃあおかけください。そうしましたらね、新地だとそんないろんな検査できないんですよ、はい、だけど
ちょっとレントゲン撮ってみたい、はい、胸とお腹と、はい、でレントゲン撮った後に、はい、ちょっとあの点滴したりとか、はい、あのそういう処置をしたいかなと思うんですけど、はい、今日ってさあの預かって夕方まで私が見ること可能です。あ、大丈夫です、大丈夫です、はい、そうしますよ、その方がいい、はい、で実際にどんだけ食べるか測ってみますし、はい、ちょっとそのプリントのね、はい、案内のこっちの方、こっちですね、はい、後で受付でちょっと費用のご説明しますけど、はい、初診料、はい、レントゲンは2枚取りますから、はい、2500円の2枚ね、はい、それから半日預かるとか入院になるから、はい、ここになりますから5000円、はい、でもし食べが悪かったらプラス1000円、はい、流動食あります、はい、こんな感じの費用、はい、それとまあ便検査で1000円だったかな、はい、1000円、はい、あります、確認ですか、はい、OK、でレントゲンは、この場で撮ってさ、はい、あの現像しますんで、はい、レントゲンできるまでは最低まあ取ってください、わかりました、いいですか、はい、はい、それと最後に、なんだっけな、呼吸、お家でこんな呼吸じゃない？この中でこう、あ、します、します。ね、もしかしたら昨日から早いんじゃないの？わかんないんですよ、あの、よっぽどよく見てないと。そうやって言われてみるとさ、お腹で呼吸してますよね。これずっとです。本当、いつからずっと？月曜ぐらい。月曜から。また失礼します。月曜ぐらいにちょっと息切れしてるなって思います。これも言われんと分かんないね。パッとそ、はい、透明に見たら別に普通かもしれないけど、よくこうやって見方を見るとなんかちょっと、なんでそんなこと言うかって、ちょっとこう聴診したら心音は私正常って言って、はい、聴診でね2つ聞くんですよ、はい、心臓の音と呼吸の音、はい、で呼吸の音は聞こえないのが正常なの、はい、だけど少し聞こえるんだよね呼吸の音が、まあその辺ちょっと今からちょっとよく見ていますね、はい、くしゃみとかそういうのはないですか、くしゃみ鼻です、くしゃみ、くしゃみってくしゅんってやります、そうです、ああ2回ぐらいありましたか、くしゃみありました、はい、それも月曜ぐらいから、本当、はい、月曜からちょっとえっえっってのはない、それはないないですか、それは咳なんですか、はい、なんかくしゅんってくしゃみかなっていうのがあります、月曜と火曜と1回ずつ、了解です、じゃ あ, あのちょっとレントゲン取りますね、それであと受付の人にさ、はい、もう一回でもちゃんと紙に概算書書いてもらいますんで、はい、それでちょっと説明受けてもらっていいですか、はい、カゴは預かってください、はい、わかりました、はい、じゃあでね、あ、そうそう、はい、いいかと思います。